理やけどな。かわされへんもんな。ちょっとな。2km 先、高速道 H システムです。1km 先、高速道 H システムです。ちょっとぐるっと一周してね。中之島辺りはちょっときれいかもしれない。あー、ここはな。3D
ッタジーの世界で。まあ、そやな、あっちの方がだって結構ぶっ飛ぶもんな。ご注意ください。なんかこうスチームパンク的な感じの。もうそれかもあれだもん、完全編集でなぜかいつの間にか大阪を走ってたのにFF の世界に飛んじゃったみたいな。テレポーテーション的な。言ってるやつだ。
今日一の発言が出たな。おい、しょうもない。まあひどいな。普段でもこんなまとめ方せえへんのに。あかんか、もう内輪受けが半端なくなってる。いや別にね、これ見てる人がね、楽しんでよと楽しんでないとね、俺かけねえもん、そんな。そうやね、ほんま。こんなもんでええねんでっていうさ、こうなんか煮詰まった感がある人がこれ見たら、なんか、ね、こんなやつらでも生きてんねやって。泣かすもんだと。ちょっと元気になってもらえればね。いや、ほんまやね。見るやつはいないと思うけどね。ほんまや、絶対見つかれへんわ。ほんとタイトルだいぶ工夫せんでもいいよ。落ち込んだ君へって。落ち込んだワクワク車載動画。どこで元気になんねやろう。まあないわ。検索は引っかかるよ、いろんなちょっとタグつけてさ、山ほど掘り込んでも。
どいな、合わすのペソになってるやつってなんか違う会社になりたいしな2キロ先、料金所です。でもね、あれでは合流があります、ご注意ください。ニコ道にね、なんかどっかの社長と、どっかの、わかんない、なんかもういい年のおっちゃん二人がね、旅行をするっていう動画がね、ガチでアップされてるね。1km 先、取締エリアです。おっさん答えてるだけじゃない。いや、もうはっきりとそんな感じでちょっとね、このおっさんがね、ずっとピザとハンバーガー食ってって誰が興味あんねやろ、そんな。でもね、それはそれでね、なんかね、まあまあ再生数がね、上がってくる。あ、なんかでもそんな映画あったよな。もうアメリカかどっかで、もうなんかおじいちゃんぐらいの2人が、なんかそれ言うとドン・キホーテ思い出すのは俺だけかな。